人家来门口了。好的，又快又到了人家的梅菜时间啊！今天做一个比较有味道的，不能算菜吧，比较有味道的一个饭，算是饭吧。大家猜一下什么东西？来，公屏走一波。螺蛳粉，今天是特意请小老弟家来我家吃饭，为什么呢？因为前一段时间我们一家四口都是被感染新冠了，我一直在家里，也没有生活补给品。想去买但是买不到，不能出门嘛，所以就是丈母娘一直都帮忙送，所以今天是回馈他们的啊，一个饭吧，就是感谢吧。所以今天就准备了螺蛳粉。什么什么什么，别人给你送那么好东西，你给他准备一个螺蛳粉？螺蛳粉绝对好东西啊。这个牌子呢我还第一次吃，看一下啊，腐竹花生螺蛳粉的料包，酸醋包、辣油包、木耳、萝卜干、酸豆角、酸竹笋，应该就这个玩意儿臭。粉儿，好，现在开始做啊！我的妈耶，写的全部是英文，我能看懂就见了鬼了都。你算了，我就凭自己的感觉做了啊，看不懂他一写的英文看不懂。哎，还是学习还是很重要的，兄弟们。谁开始做的？把粉放进去啊。现在开始放料包啊！第一个放料包，这个是用那个喜欢山药做的，这个也放的多，有点类似咱国内丸子。然后现在酸笋包啊，酸笋包。你知道怎么料理？你们这么牛是吗？牛是。谁？谁？哪个？谁？领导？忘记。领导，料理加工。如果先来，可是，先来哟，领导可是。是啊。那你吃过的，哪块是啊？这个鸡蛋。我买的是，啊，そこ山岡ラーメンみたいな匂いする。あ、こういう匂い。山岡ラーメンも臭い、うんこみたいな匂いするね。山岡ラーメン、めっちゃ臭い、うんこ。もう入った瞬間、うえってきたもん。这么多东西我忘了拍了，我竟然忘了把那个摄像机开机了。臭。这是已经做好的那个啥了，已经做好的那个美食。哎，我刚才开机都忘了拍了，所以我做的时候没有拍上，兄弟们。我在加油。竹笋包之后，煮了一会儿之后开始。出现那种饭，因为太臭了，人家来门口了。哈哈哈哈哈！哎，美味しくない言うてた。いつもできたよ。あ、それか。はい、いただきます。いただきます。哎，你们不吃，我就先来一口啊。我好久没吃过了。野菜一つ。野菜さん食べるの？嗯。美味しいよ。美味しいよ。味が。ちょっと辛いけど美味しいよ。辛い。うん、辛い。あ。ティッシュください。そうでしょ？ティッシュください。パーって食べてみ、普通そんな一本一本は分からへん。いや、臭くないやつを食べる。全然臭くない。辛い。あ、特に辛いの好きやん。辛い。食べる。激辛ラーメン食べてる。でもね、何ちゅう表情やん。分からんわ、どっちやねん。鼻の息止めとった。忘了今天介绍今天菜啊，煎饺，我老婆做的叉烧，鸡肉做的叉烧，还有一个生菜，然后蘸这个酱吃啊。这是我炒的猪头肉炒豆角，还有猪脚，还有一个生菜。我都看了三杯了，大哥，三杯奶。当锅对。这普通的炸酱菜，今天牛排肉全然没得了。久しぶりの
ロースフェンいただきます。うん、唐揚げうまくないやろ。うん、どうですか、水さん、これ久々のロースフェン、おいしい。これどこで買ってくんの、こんなネット、中国産店、どこであったの。亀山、これは、うん、亀山のところ、うん、你是不是 忍不住我要吃了？也难呀，大哥，一个娃儿一个，国民都塞呀，他，他来吃鸡翘呢。是的，青春期的小伙有点难啊。嗯。哎呦，都それつけて食べたの。嗯？何？何つけるの？じゃじゃこれ食べつけて食べるの。すごいわ。美味しい。ちょっと味や。そう、そういえば忘れた。どう？それで。臭くない？臭くない？何でも食べるもん。何でも刺身つける。この汁つけて、今日は食べてたよ。うん、今。何？お？豆。こっちの豆その裏で取れた。めっちゃ辛いってイメージがあったけど、食べてしまえば。だけどあれはあれだけはよう食べやな、ピータンとかだけは。うん、いや、ピータン今日は出そうかなと思ったら忘れたわ。絶対やん。一回食べたことあんねん、騙されて。おいしい、食べてみ。下期吃皮蛋。ロースフェンには感想、うん、一言。作った時は臭かったけど、食べたら美味しかった。はい、トシャ、一言。この感想、辛かった私の感想。あ、食べる前は匂いがプンプンと臭かったけど、濃厚な味です。美味しかった。おお、やっぱりおかしい人やな、みんなと言われるやないつもの味で美味しい。私の味で美味しい。いや、私が食べてないやねんか。私は何も食べてない、ご飯しか食べてないよ。だから酸っぱい、酸っぱい。中国はさ、酸っぱいやで。中国はなんかこう酸っぱ辛いのよくあるな、サンラータンとかもさ。好了，看样貌似虽然说说不上非常成功嘛，但是也说不上很拉胯，最起码让他们见识了一个新的、嗯、新的那个。中国没吃这个。新的新的那啥，新的哪一？新的种类的饭，阿达的西语料理。好了，如果喜欢视频，记得点赞、评论、转发、收藏。我们下期节目，拜拜，托个币。